はい、8月1日になりました。市場は混乱しております。なんかドル円の動きがすごく激しかったらしいですよね。なんかニュースにもなってましたけども、そんなのね、今朝も申し上げましたけども、ずいぶん前から分かっていたんですよ。もう何度も何度もこの図見てますよね。これウィークリーなんですけども、見てください。もう今朝も話しましたけど、この黄色いところに当たるとどうなります？上に跳ねてるでしょ。次はここですよね。ヒゲを出して上に行ってますよね。この図何回も書きましたよね、この何年か。ここに当たったらどうなりますか？上がりますよね。あ、ちょっと丸になっちゃってすいません。で、最近ここに当たってどうなりました？上上がりましたよね。で、7月31日の朝のことですけども、ここに当たったから同じですよね。こういうふうに上に跳ね上がってヒゲ出して105円とか106円のあたり戻ってきたじゃないですか。まあ、こういうことだと思うんですよ。この黄色い線をね、何年も前から引いて、この上昇があるために私ここで利益をね、ずっと積んでるわけですよ。もうね、えげつないぐらいここで出ますよ。はい、ここね、当然ですけども、今日ね、104円を割るんじゃないか、103円台まで行くんじゃないかみたいなところまで行ったところで、黄色のラインを私は下回ったんで、これは反発して今まで同じように105円106円の方面に行くだろうなと思って、しっかりとロットを積ましてもらいました。これでね、今月の私の FX の収入、年収で1000万を超えることはまあほぼ決まりですね。もう決まりです。今月中に超えます、これは。で、そういう放送を7月31日の朝限定公開ですけどもしましたんで、動画を見てた方はね、少なくとも、利益を出しておいてもらいたいと思います。別にね、数百万の利益を出せってわけじゃないですけども、数千円とかでもいいわけなんですよ。今回のことはね、もう繰り返し繰り返し申し上げてきた、もうなんかね、絶対レベルですよ、これでエントリーするのは。いかがだったでしょうかね。それではまた明日の朝、公開、何ですかね、相場解説させていただきます。それでは今日はウィークリーだけを使って振り返ってみました。これからどういうふうなね、市場になるでしょうか。